航空自衛隊は東京オリンピックの開会式の23日にブルーインパルスが都内で五輪を描く飛行ルートを発表しましたルートは東京都庁から始まりスカイツリーの方向から再び都庁に戻り国立競技場の上空でオリンピックシンボルの五輪をカラースモークで描きますその後東京タワーまで8の字を描くように飛行しますまたこれに伴い 20日から22日の間で一度予行飛行を行う予定でその際も五輪を描きます関係者によりますと現段階での飛行時間は五五体で調整していて密を避けるため正確な時間は直前まで発表しないということです